はい。今回はセブンイレブンの高校生のバイトがポテトをかじる炎上ニュース。こちらの件についてですね、えー、考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。えー、まあ、ちょっとですね、こちらもまあ注目されているまあ内容なんですが、 まあ、ニュースの内容をお伝えいたしまして、まあ、高校生のコンビニのアルバイトでは済、まあ、まない、えーまあ、こういった内容だなと思う、まあ、解釈ということで、えー、お話ししていこうと思います。まず、えーまあ、どういったことかと、セブンイレブンの高校生のバイトがポテトをかじる、えー、ことが炎上しているということなんですね、えーまあ、ちょっとお、まあ、あの口頭でその内容をご説明いたしますので、えー、よろしくお願いいたしますこ、まあ、このようなことです。 セブンイレブンの店内で若い女性店員2人がケースに、えー、陳列されたポテトを交互にかじる内容などを撮った動画が SNS 上に投稿されその後ツイッターに、えー、転載され拡散する騒ぎになっている店員2人はフライヤーのケースの前に立ち えまず奥の店員が棚からポテトを1つ取ってかじる、すると手前の店員も笑いながらポテトを1つ取りカメラの方を向いてかじりピースサインをしていたと、まあ、こういったことなんですね、でこの若い女性店員2人っていうのはこれが高校生なんですけれども、まあ、仕事中にですね、えー、まあその商品であるポテトをまあかじるって言ってますが、まあ、これもいたずらでは済まないと思いますが。 まあ、つまみ食いをしているとで、それを、えー、笑いながらあ投稿していると、で、えー、この後なんですよあと投稿した後ね、えー、ものにこんなんでも時給発生すると言ってるんですよね。あの本当にまあ いたずらとかではなく、まあ、ふざけてるなと、まあ、な,なんていうんでしょうね、えー、こう社会に対して、えー、こうなんていうんでしょう、こうまあ見下してるっていうか、まあ、そういったことをあの感じる、えー、内容で,でして、でこれ、何かっていうとね、高校生のコンビニのアルバイトの、その例えば、いたずらとか悪ふざけでは、これ、すまないんですよ。で、あのこの <laughs>、実際に、えー、こ,これを投稿したことによって、この、うん セブンイレブンがねど,どこのこの店舗であるかということが分かったりとか、えー、まあ、そういったことになってるんでこれだから要するにコンビニの倒産の危機器がある内容なんですよ。でどういうつもりでやったのか知りませんけどこの高校生のアルバイトは安易な気持ちで投稿したとかって言ってるんですよ。で このインスタの24時間の消える機能で投稿したみたいなんですが、瞬、えーま、く間に、まあ、このようなふ,ふざけたあことなんで、えー、世の中の人が、ねえー、関心を持って、いろんな批判的なあの意見を、まあ、書くと、でこれことの重大性を全く分かってないこれ高校生だからいいとか、そんなことではも全くな,な,ないんですよで、えー。さらにこのニュースの続きがあるんで、こちらを、ね、考えていきます。 なぜ投稿したのかまで聞いていませんが本人たちはここまで拡散するとは分かっていないようです安易な気持ちで投稿してしまったとかなり反省し,していました話もまともにできない状態で、えーまあ、焦っている様子でしたか,かじったポテトは賞味期限切れで廃棄用だったのかなどについてアルバイトは全員未成年などとして詳細について回答は控えさせていただきますと述べた セブンアイによると1月26日に投稿を把握して地元の保健所に相談してアドバイスを受けたその結果店の営業は続けるもののフライヤーの販売を一時中止して再開に向けた対応をしているとしたこのフライヤーの販売を一時中止にしてとていうところですよ、ここ、うん、で動画に関わったアルバイトは責任を感じてすでに退職したという 警察に通報したり賠償を求めたりするかについては詳細の回答を差し控えたいと思っているその上でお客様には大変不快な思いをかけましたことを深くお詫び申し上げます再度従業員教育の徹底を図るよう店舗に対して申し入れましたその上で再発防止に取り組んでいきますと述べたということなんですが これ、本当にあのかなりなことなんですよね。あのバイトのいたずらとかでは全然吸わないし、これ本当にね、僕思うんですけど、この動画を見て、店のこの経営が傾くんじゃないかと思ってで、このフライヤーってポテトとかあるじゃないですか、で、わかりませんけど、コンビニにおいてね、えー、これ結構売り上げをなんか何割かを担う商品かもしれないんで、それが販売できないって、これ、あの大きなことですからね。で、<laughs> この、 えっと高校生を投稿したあと動画で、ですね、えー、セブンイレブンの制服を着ているということで、まず、えー、セブンイレブンであることがわかるわけですよで、店の場所も特定されてるんですよねで、さらに言うと、このフライヤーの販売を一時中止してということで、これ大きく売り上げが下がるわけじゃないですか、で、えー、まあ問題なのは、おそらくこのこの高校生っていうのはあ解雇されたんでしょうけど、その後どうなったのかっていうのがわからないんですよ。だからこの ねまあ、未成年ということなんで、賠償とかについて、警察とかについてっていうのは答えないとかって言ってるんで、えーまあ、その後どうなったかわからない、おそらくあの解雇されて終わりだと思うんですよ。で、皆さんも思うと思いますが、今っていうのはね、仕事がないない人もいて、大変な時代なわけですよ、でその中においてね、このもう,こう世の中をこう見下すみたいな。で、えー こんなんでも時給が発生するとか言って投稿してますから、これ高校生の、ねえー、冗談とか悪ふざけとかで全くすみませんからね、でまあ、僕にはちょっとわからなかったんですけど、もうこういった件っていうのはもうな何か対策する方法がないのかと思うんですよ。であのの本当にだっててねねこここういううういいうとをされて、ね、例えばその 経営してるコンビニが潰れるとかっていうのも大変なことなわけじゃないですか別にその擁護するわけじゃないですけどまあ、コンビニの側としてはね、えー、まあ、困った話なんわけなんですよでそれは従業員教育が悪いとかっていうのかもしれませんけど、うん、だから何、うん、て言うんでしょうねもう意味がわからないなと思いますでこの、うん、バイト中とはいえこういうことをしてねえまあ、することもおかしいし、えー ししたここととを投稿すすることもおかしいんですよでその今回、ありますけどあの揚げ物の商品を一時的に販売できないということでこれ売り上げが大きく下がるわけじゃないですか、うん、だから、まあ、どのように対策を講ずればいいのか分かりませんけどもう今後、こういったことが起こらないようにしないとその高校生の、ねえーまあ、投稿したものではすす済まないなとあの思いましたということでちょっとこのニュース、ねまあ、ちょっとだけ注目されているみたいなんですが かなりこれお,おかしいなと思うんですよ。で、この、なんて,なんて,なんて言っていいかわかんないけど、す,すみませんあの、したことに反省、えー、してるのかどうかもわからないし、投稿したことにどうとかって言ってるんですけど、これ投稿したことにどうとかって言ってることは、常日頃からこういうことやってたとも、えー、思えるわけじゃないですか。 だからでそのまあ、例えばこういった問題が起こると店側のね、えー、その従業員教育のせいだっていうのかもしれないで確かにそれはあるかもしれないですけど、うん、ねねななんんでしょう、ね、でその店側もまあ、ある程度一連の仕事を教えてであ,あとはその、ね、そののね従業員とかアルバイトにその仕事をさせて、えー、まあ、店が循環するようにしているところをまさかのこのね、えー 思いもしないようなことをするっていうわけじゃないですか。 うんだから本当にまああのー、ふざけてるなと思いますし、何かこの対策がな,ないのかなとまあ思ってね、ちょっと僕にはわからないんですけど、うん、こちらのニュースが今注目されてるんで、まあひ一言で言うと、うん、この高校生のコンビニのアルバイトのいたずらでは済まないなとまあ思う、えー、ニュースでした。うん、まあ本当にね、えー、まあ謎なことが多いとまあ思うということで、まあちょっと僕の思ったことをお伝えしてみたんで、まあリスナーさんの何かしらご参考になっていただけるものがあれ 何よりですということで、今回はここで終わりです。最後まで聴いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。